オッケー。これすると AP が2回復するね。ナイスナイス。こいつを倒す。ナイス。オッケー。赤い。怖い。鮮血、鮮血の皿みたいな感じだ。あ、ここで終わらせといて。で、使っといて。オッケー、ようやく終わった。ナイスナイスナイスって思うやん。終わってるよね。だよね。合ってる合ってる。皆さんどうもどうもよろしく頼むしドラマの TK です。では本日はリデンプションビーファーズやっていきましょう。畳みかける。よーし、ナイスナイスナイス。終わった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 。あー、助かった。オッケー。いや、生きて、こっち。危ない、セーフ。生きて、うる。オッケー。ならいい、ならいい。怖いな、一番怖いな、ほんまな。これでいいよ、今のところね。ちょっと怖いけど、まあ大丈夫かな。うん、みな、オッケー。終わった終わった。で、ここで攻撃する。残り1個やんな。いや、レゲンフォースあった。おーし、おーし、ナイス。まだいける。終わった終わった。ふぅ、ほうわ、マジ強すぎる、強すぎるんよな、ほんま。うん、よし、ハンターズグレースをすると、ま、いい感じですね、今のところね。で、こちらから降りていきましょう。魔法使いやんけ、やばい。まあ、一応上で待とうならば来るやろ、さすがに。よし、怖いからやっとこう。うん、よし、来た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 。釣り成功。まあ、金とは言わんけどね、さすがに。うん、ナイス、クリティカル。お、26になる。いいね、いいね、いいね。うわ、嘘、グレンないの、マジでか。じゃあここでこれやっといてと。で、カレンに攻撃をさせる。こうするといいかなーってね、話。うん、終わる。一応ここに来といてストーンソウルをする。アイアンウォールをしておくと。やられそうなってっからな。グレンがな。うん、そっち、そうなるんかい。使っとこう。うん、はい、ひょいっと避けておきまして、うーん、あそこはちょっと無理だな。あー、無理か、きついな。
とこの子は読めた方がいいから、うん、オッケー、ナイス、終わり終わり、ヘビーストライク、オッケー、まだまだ終わらねえ、よし、ナイス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 、いい感じいい感じ、おルグレベル上がる、いいねいいね、ちょっと龍脈がね、あそこにあるんで、龍脈をグレンに使わせてあげようかな、好きにはなっている、そうすることによって多少はやられるの緩和するかな、ちょっと怖いから、そのソルト。なんか来そうじゃねえと思って。後ろからとか特に。ほら、あっぶな、こわ、マジで。おう。正解やで、これは。リビングシャドウしとこう。こいつは危ない。マジで。霊脈に触れといて、んで、ここで、オッケー、終了かな、思うやん、また、マジか、この魔法使えねえ、この魔法使えねえってなるわ、まあ、で、ここで、これで少しは、よいしょ、ナイス。いるんだか、好きに、まだまだ、ここからな、ついよ、やばいやろこいつ、いやー無理、いけるか、ナイスナイス、助かった、びっくりするぐらい強かった、あ、ナイス、宝箱開けとこう、ちょうどいいや、ちょうどいいやってなった、おーね、なんだこれ、略奪の命、あ、なんやろ、 HP 回復しそうな指輪な予感がそんな予感がやの、ナイス、うーん、どうすっかな、ちょっと待てよ、考えよう、ここ来るやろ、来るやろ、来るんであれば、ここはね、もうね、これにしときましょう。分かってっから。で、ウルス、ウルス。ウルスにも、ストーンソールをしといて。起点に仕掛けるぞ。うん。じゃ、ここで、には、これで終わらせといて。どうすっかな、持っていったらこっちも動きそうやしな、ちょっと怖いな、まあどっちみち来るな、うん、どっちみち来るなっていうのは分かったから、アイアンウォール、来るぞ、てめえら構えろ、ワンチャンさ、そのさらに来るかなって思ってないか、一列に並んでいる一列に並んでいくというスタイル、逃げんじゃねえぞ、うん、どこに行くかな、やっぱルグなんや、いや、そこはやっぱ変わらんねやってなった、ナイスナイスナイス、ほんと不思議なんだが俺の中で、じゃあね、聞くものか、オッケー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 、お、終わってた、せいや、ナイス、ちょっとグレンには一
旦ね、異物を取りに行ってもらおうと思ってこっちにねよこしたわけなんだが、 OK 終わった終わった。アイアンウォール得で、ハンターズグレースをルークにしておくといいということだな。よし、今回はうまくいった。さあどうでしょうか。そうやしなと。よーし、異物拾ってと。銀龍詩人の詩3ね。オッケーオッケー。ハクレスコースキー、ナイスナイス。やっぱ来たー。黒を持ってなんとなく、あっくれー、こんわ。24。うわーってなって感じだな。お。何？イプシロンアクス。何そのアクス。いや、ない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 。ちょっとガードしとこう。これガードしとこう。で、ウルスをここに持って行って、どうすっかな。ライトニングチャージ。バーニングロアだったら大丈夫だ。うん。おらんま。おらんまだな。おお、レベル上がるわ。いいね。26。最高。お、熟練の闘士。お、グレートマーシー。おお、だいぶダメージ 250% の攻撃。これが奥義ってことか。ウルスだけすげえなんか、他への干渉がないな。っていうね、ことをちょうど思ったよな。そこじゃ、そこじゃあかん。危な。お、これどう？レッドプロトコル。230% の攻撃。冷徹なる一戦。ふんっす。皆殺しにしやれ。ルグよ。オッケー、終了。あれ終了やと思った。よーし、勝ったー、やったー、終わった。お、レベル上がった。26。やった、勝った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 。よかった、うまくいけて。 B で誰も死なずにいけたからね。リトライ2、3回したわけやし。突破できたな。港無事か。うん。港はすぐそこだ。なあ、今更かもしれんが、船を手に入れたとして扱える奴いるの？それを言うのはなしよ、ルグよ。私できるよ。やった、カレン。航海士だった。お前が？確か山育ちじゃなかった。森育ち。間違えないで、重要だから。山と森じゃ、違うもんな。森やったら、水源があるか。水源というか川とかあって、そこで練習したりしたんかな。そうだっけか。で、どこで操縦なんて覚えたんや。いや、黙るのやめて。ああ。そうか。まあ、できるんなら何でもいいさ。何でもいい。さらよ。何、女性陣黙ってしまった。おしゃべりはそこまでだ。行くぞ。もしかして聞いてはいけないことを聞いたから、サロも呆れてたんかな。呆れてたんかな。どうなんやろな。アーカイブ見ていきましょう。いや、よかった。これね、あ、2個あるんや。娘よ。海を見て何を思うとか言ってるけど。いや、義勇詩人の詩やからな。
それな。あ、2個目やったらダメでした。なんかダメでしたっていうのがシュール。よし、当たって砕けるだなとか、あ、ダメでしたって。いや、あかんやん、それは。当たって砕けてしまったやん、もうかん、それ。船乗りのに公開機行きな。素晴らしい人たちだったと、ジャカム族が。そういうことね。で、なるほどね。いや、なんで戻った？いや、戻っていいの？戻って、ね、武器ね、何取ってた？イプシロンアクス。広い刃渡りと軽量さが特徴的な斧ね。素早く振ることできる。お、非常に軽いっつうことは。どうなんやろ。ってなるな、これは。何を取ってた今。え？あれ？え？ってなんだ。え？何を取っていた？あ、これだ、役立つの命。これだ。きっとこれだ。きっとこれだ。さっき見えとったし。うん。これですね。勝利でちょっと、え？カエルも増えたんや。アイテム。あー。公園の両園ではない。両園の聖水ね。経験増加するんや。経験なら、カレンがちょうど良さそうかもな。ちょっと修理そこ。いや、の前に打っとこう。うん。いや、こうしてちゃう。修理。うわ、お金ね。お金がねえって。ブロードアクス入れるか、そういや。ハンティングもできんのかーい。お金がねえ。何売ろう。何売ろうってなるわ、お前。こんなにいらんやろ。一個ずつ打っといて。修理大事やからさ。修理するための金がなくなってやばい。で、さっき持ってたの、イプシロンアクスね。どうやろ。ちょっと、戦闘準備で、アクセサリー、あ、そうや、さっきさ、アクセサリー見てみよう。確か、略奪のなんとかってやつやったよね。命。敵を倒すと HP 回復。やっぱそうだった。そんな気しとったすげえ。移動力。ねえ。いるからね、これは。体幹が1増える。防御下がるか。まあいいや。その分敵倒すと HP。回復するからこれでねいいんちゃうかな。イプシロンアクスをここにね割っていきましょう。で装備は36で118で7と60ね。クリティカルか 30% か。なんか、なんだ、ラプリウスいらんやん。どっちにしてうん。そっち系で固めたりするんであれば、ラプリウスいらんな、打っとこう。え？ちゃ。ラプリウス。これいらん。ダークもいらん。ゼロやけど。持ってるだけ無駄やし。全員やからな、これな。貯めんとな。貯めることできへんわ、このゲーム。厳しすぎるわ、貯めるの。あー、なるほど。26ね、全員。ここ行くべきやな。で、スキルの方見ていきましょう。6ね。6ですね。
敵の反撃後ダメージ 50% の追加攻撃、いいんじゃねそれ。お、タゲーラ暗殺者タゲーラ暗殺者、ちょっとやめんかい、それはやめんかい。追加攻撃、敵の反撃後ね、敵に反撃された後また50%の追加攻撃をする。バタフライスラッシュと相性良さそうやね。で、ここは2やね。な、お、6ね、ここね。どうすっかな。ところだが、防御強化。2か、4。マイナス20%やから命中でもいいけど、隣接襲撃やからな。ダメージプラス5は結構いいな。これそこなら、あと残ってるやつでライトニングチャージやな。うん、 OK、8になってる。おぉ。援護射撃欲しかったやつや。それそれ、先行の位置や。お、なんかすげえ今日トロフィーくんね。射程範囲内の隣接する味方の攻撃後1回までダメージ 50% の攻撃ね。オッケーオッケー。これが欲しかった。今からは援護射撃と追加攻撃。いや、援護射撃を5まで振っていきましょう。ワールドとかもあるけど、あ、ワールドあるやん。どうしよう、悩むな悩むな、ちょっとな。言うてそこまで強い攻撃でもねえし、そのままにしとこう。じゃあ先の方行きます。全部取ってるわけやしね。まあここら辺はね、銀塊とか銅塊とかドロップするだけやから、裏でやっといてもいいかなとは思う。うん、ショー進むとこのエリアの遊撃戦ができなくなる。え、嘘、マジで。じゃあ今回ちょっとここら辺で終わりましょうかね。マジでってなった。遊撃戦できなくなるの多くね。やめてそれ。やめてそれってなる。うん、ちょっとそれはやめてほしいんで、次回までにちょっとやっとこうかな。ならこれね、なるんで、いろいろやって、おこうかなとは思います。では、今回はこの辺で終わらせていただきましょう。じゃあ、ご視聴の方ね。セッティングちゃうわ。ありがとうございましたね。では、アリュー、アリュー、グッバイ、さらば。